どう思います、イプシロン。何かあるにしては警備がぬるすぎね。同感です。夕方にカフェで見た魔剣士の佇まいに比べると、ここの警備員ははっきり言って網目の粗いザルのようなものです。もしかして特に重要な施設というわけでもない？その可能性は否定できませんけど、とにかくもう少し奥に入って調べてみるしかないですね。ベータ、何か見つかりました？いや、そういうわけじゃないんだけど、空気の流れがちょっと変わった感じがある。確かに気持ちすっきりし始めていますね。さっきまでジメジメしたいかにも古の遺跡って感じの苔臭さでいっぱいだったのに。魔力の流れを手繰ってみるわ。周辺の警戒をお願い。急ぎでお願いしますね。この先に空間が広がっているわね。その中に魔力の塊が点在していて、動いているのも多いわね。空間というと遺跡の中にあるという広い敷地でしょうか。魔力反応はどのくらいありました？ざっと見て30前後ってところかしら。あと大きなのが一つあるけど、これは眠っているみたいね。モンスターの類じゃないかしら。モンスターが内部にいるという遺跡側の注意と状況としては一致しますね。ですが、その30前後の魔力反応というのは？もう少し近づいて直に肉眼で見てみた方が早いかもしれないわね。見つからないよう慎重に行きましょう。あの仮面は、ちょっとちょっと、大当たりじゃないのよ。ここでテンプラーが訓練をしているなんて。イプシロンのデタラメな考察が的を得ていたということでしょうかね。その言い方はともかく、事実は事実よ。聖教の中にテンプラーという公には存在が秘匿されている戦闘集団がいる。それも日常の中に溶け込む形で存在を悟られないように、けれども大胆にその身を隠しているってことよ。この区画、敷地の全体を見渡せるバルコニーみたいな突き出しになっているんですね。少し周囲を調べてみます。しばらく警戒をお願いします。わかったわ。このアーティファクトは、と、危ない。魔力を通すと音が出る品ですね。これは修行している人間に対して全体の指示を出すための覚醒器と見て良さそう。古の施設だけに、今なら手元で済むようなアーティファクトもこんなに大きな質量で作成されていたのでしょうね。この石板は、これも魔力がかかっていますね。恒常的に魔力を帯びている石材、なかなか貴重です。何かの表のようですが、刻まれているフレーズも聖教の書に品質するお決まりの単語が多いですね。何ですか？少し落ち着いてください。あ、これって、この石板ってもしかして、やっぱりこの石板、書のフレーズが刻まれただけに古代の石板なんかじゃない。この石板は魔力を通すことで反応する逆引き表。フレーズに対応した鍵を照らし合わせる何かの暗号を解読するためのアーティファクトですよ。ちょっとイプシロン、ですから落ち着いて。はい。
気づかないのよ。面白いものを見つけたからって夢中になりすぎよ。そんなこと言われたって声をかけてくれればいいじゃないですか。あんたが気づく程度に声を出したら天ぷら連中にまで見つかっちゃうでしょ。じゃあどうして声出してるんですよ。あんたがもう大声を出しちゃったからでしょうが。侵入者がいるぞ。モンスターに頼らず我々で捕らえるんだ。この牛の化け物がここの警備代わりってことなの。イプシロン、敷地の広い方へ抜けましょう。正気？テンプラーがたくさんいるのよ。出口が奴の巨体に塞がれてるんですから、あっち側にしか抜けられないじゃないですか。やけくそよ。と向こうからこっちに。ちょうどいい。捕獲しろ。あっちまでこっちに飛んできた。逃げますよ、イプシロン。どこへよ。待て。とにかく動きを止めないで。